水戸市立競技場。水戸市立競技場は、茨城県水戸市小武器にある、陸上競技場である。また、球技場としても使用される。施設は、水戸市が所有し、公益財団法人水戸市スポーツ振興協会が、指定管理者として、運営管理を行っている。なお、茨城県水戸市に本社を置く、ケーズホールディングスが、命名権を取得しており、 2009年8月から、ケーズ電気スタジアムミト、ケーズ電気スタジアムミト、略称、ケーズスタの故障を用いている、口述。略称として、ミトシリクと呼ばれることが多いが、同競技場は、陸上競技場ではあるものの施設名称としては、ミトシリツ競技場であり、これまで、陸上競技場を名乗ったことはない。1987年に開場した本競技場は、 当初収容人員約5000人、観客席はメインスタンドのみしかなく、J リーグが規定する収容人員、J115000 人以上、J21 万人以上の半分にも満たなかった。またナイトゲームを開催するための夜間照明はおろか、特典掲示板、時計、放送席すらなく、J リーグはもとより工業施設としての設備が全く足りなかった。 J リーグのホームスタジアム規定に適合する施設が当時の水戸市内になかったため、水戸ホーリーホックは特例としてホームタウン外である中市の笠松運動公園陸上競技場と日立中市の日立中市総合運動公園陸上競技場、1999年から2001年まで暫定ホーム。笠松の改修完成後は順、ホームをホームスタジアムとし、 年間数試合を本競技場にて振り替え開催していた2005年はホームゲームの開催なし。水戸市は水戸ホーリーホック創設時にクラブ側と激しく対立し、競技場の建設、改修を含む一切の資金援助を求めないとする覚書を提出させていたため J リーグ昇格時も本競技場が改修されることはなかった。これにより、三戸ホーリーホックは 地域密着を理念とする J リーグクラブでありながらホームタウン内にホームスタジアムがないという異な状況が長きにわたり続いた。しかし会場から20年が経過した2007年設備の不備を陸連側からも指摘されたことや老朽化も目立っていたことからミトホーリーホックのホームスタジアムとして使用することを前提に全面改めを決定。 同年7月から2009年10月にかけ、バックスタンド席の座席化、メインスタンド屋根の大型化、大型映像装置、ナイター照明の新設、駐車場の拡大など、J リーグの規定に適合する施設として、改修工事を行った。2009年10月25日に竣工し、記念イベントとして11月3日に、高橋久子、チーム級ランニングクリニック、 水戸招待陸上県水戸市陸上競技選手権大会が行われた。引き続いて、水戸ホーリーホックのホームゲーム、11月8日、ベガルタ仙台戦、0から4、11月28日愛媛 FC 戦、1から0、12月5日湘南ベルマーレ戦、2から3が開催された。また、関東大学ラグビーリーグ戦が11月29日に、 流通経済大学 VS 拓殖大学と日本大学 VS 関東学院大学をジャパンラグビートップリーグが12月13日に NEC グリーンロケッツ VS 採用電気ワイルドナッツ NEC 主観を開催2010年2月13日にはミトホーリーホックとカシマアントラーズとの J リーグプレシーズンマッチ茨城サッカーフェスティバル2010ミト市市政施行120周年記念 水市立競技場春工記念試合が開催された。2010年より正式にミトホーリーホックのホームスタジアムとなり、同年はホームゲーム18試合のうち17試合を開催。2011年以降は全てのホームゲームを本競技場で開催している。駐車場を兼ねていたサブグラウンドは2011年より専用の補助競技場として整備された。 現在の本競技場の収容人員は約1万2千人であるが、うち2千人分は J リーグ規定で収容人員に含まれない芝生席である。これは J2 基準の1万人を過労じてクリアしている状況であり、当然ながら J1 基準の1万5千人を確保できていない。J1 昇格には J1 クラブライセンスを取得するために増席工事が必須であり、J1 昇格が 確実視された場合に J1 規格適合のスタンド増築などを視野入れた改修工事予算の形状を見市議会から確約を取り付けていたが、工日の震災の影響による復旧・復興予算が優先され、拡張予算は一時棚上げとなった。これによりクラブは2009年まで本拠地としていた笠松運動公園陸上競技場への 一時的な復帰をも視野に入れた J1 ライセンス獲得を目指すと発表した。2011年3月11日に発生した東日本大震災により被災し多数の箇所が損壊した詳細は後日同年10月までに地上構造物はすべて修理されたがピッチの排水機構は芝生の地下深くに排水管が交付設されている構造上。 破損したまま修理できなかった。このためピッチは非常に水はけが悪く、多少の降雨でもたちまち至るところに水たまりができてしまい、ボールが全く転がらなくなってしまう。そのため、雨天、降雨直後の試合ではパスをつなぐことができず、ロングボールを蹴り合う戦術に切り替えざるを得ない。また、茨城県内の多くの競技場が震災で損壊した。 まま使用できない状況が続いたことから本競技場の使用頻度が高くなり、結果的にピッチコンディションの悪化を招いた。これについては2014年シーズン終了後にピッチの全面回収を行い、改善が行われている。2013年6月、三戸市議会は本競技場の J1 企画への回収工事を行う方針を発表。同年9月には、 増積の他トラックの補修工事を合わせて行い、2016年度に第一種公認陸上競技場として再整備するがを明らかにした。これは陸上用トラックが2016年度に日本陸上競技連盟競技場公認の更新時期を迎えるためで、当初は2018年度をめどに整備するとしていたものを2年繰り上げて行うものでる、これについてホーリーホック側は、 改修の完成に少なくとも3年かかるので、少しでも早い改修の実現を求めていきたいとしている。2014年1月に観客席改修基本計画策定業務委託の入札を行い、被覆さてが落札。しかし、同年9月に敷地拡張が必要と判断され設計は中断。同年11月時点においても用地の取得交渉が続いており、 観客席増設のための基本、実施設計策定作業を2015年度以降に延期した。一方で、陸連公認に向けたインフィールドの施設改修は2016年度の日本陸連公認更新作業に向けて行い、2014年度はビッグロール広報による芝張り替えのほか、暗渠排水口やポップアップスプリンクラーの設置を実施することになっており、 後期の確保のため2015年シーズンは第12節までのホームーム後試合を笠松運動公園陸上競技場で開催することになっている。その後もスタンドの増築工事については知見者との話し合いが進展せず、水戸市長、高橋康氏は2017年3月13日、スタンドの J1 基準化工事の着工は2019年に茨城県で行われる。 予定の国民体育大までの完成は事実上断念し、それ以後に着手するとの考えを表明した。理由として、この茨城国体ではラグビーの開催会場予定地となっており、仮に国体までに土地を買収できたとしても、安全面の大から増築、改修を国体期間中に極力行わないように配慮したためとしている。仮に2019年末に着工したとしても、 完成は早ければ2022年以後になるとする。試算も茨城新聞は記載している。併設されている駐車場はいずれも出入り口が1箇所しかないためミトホーリーホックの試合では退出時の渋滞が深刻化しており、特に最大の800台を収容する第一駐車場では2時間以上も出られなことがある。このためクラブでは公共交通機関や 近隣の水戸市植物公園周辺の臨時駐車場の利用を強く推奨している。2009年8月21日、水戸市に本社を置き、水戸ホーリーホックのメインスポンサーでもある、ケーズホールディングスが命名権を取得し、ケーズ電気スタジアム水戸の通称を使用している。略称は、ケ s エススタ。契約は2015年3月31日まで。なお、 命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合、大会、AFC チャンピオンズリーグなどでは、例外として正式名称を使用する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。